水ないんですよ今、うん、ここに今水がないです周りにだから息止めても出たんだけど、うん、今無理でした。息を止めるという方法をやってみたんですけど無理でした、うん、鼻つまんで20秒息止める。やってみます。なんかしゃっくりを無理やり止めるとなんか息苦しくならない？わかる？止まった。ありがとうございます、皆さん助けてくださって。そう、なんか私よく多分人より多くしゃっくりが出ちゃう人で、そうで今ご飯急いでパク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 食べてきたから絶対しゃっくり出るだろうなと思ってたら配信する直前に出てきて、うん、ショック。でも今治った。今の止め方は鼻をつまんで20秒息止めました。ギフトありがとう。いやー今日公演、あそうなんです、今日はねツインテールでした。ちょっとそのままでじゃん、ここ編み込ん、横編み込んでいただいて、そうそう、ちょっとね、そう明日も一日お仕事があって、そうちょっと遅くになるとあれかなと思って、早く食べて髪の毛もそのままで来ました。あれですね、サンデープラスの時とはまた違ってアイドル風です。アイドルの髪型、うん、今日はメイクはこんな感じ、うん、です。そう、編み込みで、なんかツインテール最近してないなと思って、そう、あとうさぎ年だし、なんか1月中にツインテールしておきたいなと思ってやりました。低めだけど、そう髪切ったからさ、低めでちょうどいいかなって思って、はい。そうなの、なんか今日の公演のお見送りでもなんだけど、そうサンデープラスさんのねこと、そう言っていただけて嬉しかったです、うん、ね、今日とっても楽しかったです公演。そうやっと2回目出れてそう次もまた21日が、うん、私昼夜公演出演させていただくので、はい。そうで、あとあとあれですよ、1月の22日はおしゃべり会なんですけど、コスプレしますよ。皆さん券ありますよねありますか？ある方は嬉しいですコスプレをします。1から4部かながみこさんを着ます、はい。でね、なんか今回去年かな、私一回そうみこさんのコスプレ、おしゃべり会かな、おしゃべり会か握手会かでみこさんのコスプレしたことあるんですけど、その時のやつではなくてまた新しくみこさんのコスプレ用意したので、はい、新しいやつです。しかもちょっとね、なんかちょっと大人っぽい使いました。なので楽しみにしててください。
そうよ、ちゃんと。それはもうもちろん、あの一回ね、なんか一回やったことあるコスプレでもいいんだけど、やっぱりせっかくね、こう巫女さんのために買ってくださった方もいらっしゃると思うので、ニュー、おニューのね巫女さんにしようかなと思って、うん、なんかね、どうだろう、私が買ったやつは肩とか出てた確か、うん、でもなんかね、配送が遅れてるらしく、まだ届いてないんですよね、やばい。まあでもあの本番までは間に合うので大丈夫です、うん、ね、聞いた、みんなオフラインまた完売したんだってありがとうございます。東京のやつかな、ありがとうございます。すごくないですか、6部かな、ありがとうございます、嬉しい。あの大人っぽい系の私服の方ですね、うん、東京の6部完売、ありがとうございます。あ、じゃあバーって皆さん来てくださるのかな、楽しみ、うん、いや、あのこれは本当に本当の本当の話なんですけど、なんかあのね、初期の頃とかはその新潟以外、新潟を離れると、例えば関東とか大阪とか握手会あったじゃないですか。そうで、もうその新潟を離れる握手会はもうほとんど初期の頃はなんか人がいなく、そう来て、なんかね、すごい来てくださる方が結構少なくなっちゃって、そうなんか、そのどうしてもこう県外だとだったんですけど、こうだから今こうやって東京の会場で完売そうしてるのが本当に嬉しい、もうびっくりなんですよ。そうだから、もうあの頃の私をこう思い出してみると、今本当になんかびっくりです。完売なんてもう考えらなかったよ、初期の頃本当に嬉しいです、うん、東京で完売ってすごくないですか、本当に本当に本当にすごいと思うんですけど、でしかも6部も、6、7部ですよ、待って、今改めて考えたらすごいですね、うん、いや関東で完売なんてなかったですもん、私。そう、こう新潟は完売させていただくことあっても、関東は本当になかったんです、うん、だから嬉しいです、本当に。いや、そうなんです。しかもフル部で。いやー、ありがとうございます。みんなのおかげだ。嬉しいな、本当に。いや、私はね、すごい、このアイドル活動の中でも、おしゃべり会は本当に、おしゃべり会とか握手会が本当に大好きだから、そう、すごいね、嬉しいんですよ。うん、ななみのことを東京の友達に聞いてると評判いいから。私？めっちゃ嬉しい。誰ですか？誰ですか？誰だろう、友達、ちょっと今度来てください、一緒に、うん、いや東京ね、いや楽しみですよ、オフラインですから、うん、新潟もってやりたかったな。そう、新潟が最速で4月なんですよ、オフラインが、もっとやりたい、うん、そうなんです。フル部やらせていただけてるだけで本当に嬉しいのに、そう、またさらに、そう、あね、鹿児島の、そうなんです、あれは私たちが鹿児島に行かせていただくんではなくて、なんか鹿児島でこう、そのなんかね、催し、何、なんか催しの、もなんか、なんて言うんだろうな、なんかね、新潟店、大新潟店っていうのをやるんですよ。そう、あれかな、新潟でいうなんかさ、伊勢丹とかでさ、たまに北海道店とかやるじゃん、食べ物とかあったりする、そう、あれの鹿児島でやる大新潟店のアナウンスをさせていただくんですね。そうそう、だから鹿児島、そう、なんかね、鹿児島行くのって、そう、あの聞かれたんですけど、鹿児島に行くんではなくて、鹿児島でアナウンスを流していただくっていう、すごいですよね、それだけでもすごい、鹿児島に進出です、私の声がそう、めっちゃ嬉しいです、うん、
いや行きたいですけどね行きたいですよ鹿児島、うん、新潟からどうやって行くんだろうね鹿児島って。え、だって鹿児島の直行便はないので。そう、新潟から鹿児島ってどうやって行くんだろう、うん、鹿児島行ったことないです。行ってみたい。あ、飛行機か、福岡まで、うん、そっか。あ、へえ、大阪経由、大阪経由か、そっか。あ、福岡からか、うん、いいですね。行きたいよ、行ってみたい。鹿児島行ったことないか。あ、そっか、経由していくのか飛行機を。そうだよね。うーん、え、福岡から鹿児島って新幹線でどれくらいなんですか。福岡から新幹線だと、伊丹から鹿児島ってどんくらいなんだろう飛行機で。ねえ、いいね。いつかみんなと行きたいな、うん、イベントとかお仕事で行ってね、みんなのこと連れて行きたいあ、2時間半くらいか。そっかそっか、ありがとう。ね、鹿児島連れてってください。連れて行きたいよみんなのこと、うん、あ、今日は15分だけやりますね配信。ちょっと短くてごめんなさい。2時間くらいなんだって。え、鹿児島行ったことあるの、いいな、ね、鹿児島ツアー行こうフェリーか、そっかそっかね。いろんなとこへ連れてって、だっていろんなとこ行きたいね。伊丹から熊本が行ってこと。へえ、そうなんだね。みんなめっちゃ調べてくる、ありがとう新潟から新幹線だけど10時間、あーめっちゃかかるね、すごいわ。朝の、そう、私今日朝鼻血出てめっちゃびっくりした、って危なかった。服とか汚さなかったけど、お洋服とか結構出てさ鼻血。しかも家出る直前だったから、あ、なんか焦って。でも大丈夫だ、すぐなんかね、結構たくさん鼻血出たけどすぐ止まったわーってわかんない、急に出てきてさ。私ちょうど歯磨きしてて、そう、家お家出るときにね、もう出る直前だったから歯磨きしてたので歯磨きして、うがいした、うがいして、よし行こうって、ちょっと髪の毛直してたらなんかツーって出てきて、キャッって、もうだからすぐ受け止めたし、ちゃんとなんか割とすぐ止まったんですけどびっくりだよ、超久しぶりだもん話しなんて。なんでなんで話してたの本当に。そう、いや全然よく出ないよ、めちゃくちゃ出ない1年に1回2回あるかないかですよ鼻血なんて。もうだから公演中ね、ちょっとヒヤヒヤしてたの私。公演中出たらさ、もう放送事故じゃん多分そうだから、でも大丈夫だったでした。はい、ということでちょっともう早いんですが、テロップが出たので、じゃあ今日はこの辺で終わりにさせていただきます。じゃあまた配信するので見に来てください。明日お仕事頑張ります。みんなも明日も一日頑張りましょう。ありがとうございました。頑張るね明日。ちょっとせっかくツインテールで可愛く髪型していただいてるので、スクショしてもらおう、みんなにスクショお願いします。ブリブリポーズ、ありがとうございました。じゃあおやすみなさい、おやすみなさい、いい夢見てね、私に出てくるといいねありがとう、おやすみみんな、お疲れ様、またね。